鳴沢溶岩樹形8番と9番鳴沢溶岩樹形は山梨県南鶴郡鳴沢村にある国の特別天然記念物。溶岩樹形とは森林地帯を飲み込んだ溶岩流や火砕流の中に残る樹木が燃え尽きた後の空洞である。日本国内では富士山北六の山梨県と浅間山北六の群馬県の数カ所のみに存在する非常に珍しいものである。 平安時代初期の864年、富士山の北西山麓で大規模な噴火活動が発生した。流れ出した膨大な量の溶岩は、付近の森林地帯を飲み込みつつ流れ下り、噴火が収まった後の溶岩地帯には各所に燃え尽きた大木の幹の形を残す空洞が残った。それが今日に残されている鳴沢溶岩樹形である。1929年に、 国の天然記念物に指定され、その後1952年には特別天然記念物に格上げされた。天然記念物に指定された溶岩樹形は計12箇所あり、それぞれ投資番号が付けられ、チェーン等で囲まれ保護されている。中でも第11号樹形は1993年の調査により、 樹林帯を流れた溶岩流の水分が蒸気化したことによってガス圧力が高まり爆発を起こした世界的に珍しい溶岩スパイラクルであることが判明し、しかも完全な形で残っていることが分かった。鳴沢溶岩樹形は富士吉田市と本とす方面を結ぶ国道139号線沿いにあり、交通の便は至って良い。文化彫刻指定文化財等データベースなる 溶岩樹形、ありがとうございます。